しだみ古墳群は、愛知県名古屋市森山区城しだみ地区及び、瀬戸市かの里町一帯にある古墳群。現存する古墳のうち7基が国の史跡に指定されている。しだみ地区のある東谷山の麓から、流泉寺にかけての周辺、さらに、尾張朝日市や瀬戸市などを含めた省内川両岸の河岸急には多くの古墳が築造され、 かつて100基を超える古墳が存在していたとされるが、この地区が戦前は軍の演習場であったこと、また戦後は民間への土地払い下げと開発に伴う区画整理が行われたことなどによって多くが失われた。しかし、上、しだみ地区には未だ古墳が多く残されており、しだみ古墳群、または上、しだみ古墳群と呼ばれ、いずれも4世紀から7世紀にかけて築造されたと、 考えられている。なお、名古屋市内の古墳のおよそ6割が森山区にあるとも言われている。現存する古墳のうち、白鳥塚古墳は1972年に国の史跡に指定。2014年10月6日付で、尾張戸上社古墳、中社古墳、南社古墳、下見大塚古墳、勝手塚古墳、東谷山白鳥古墳の6基が追加指定され、 史跡としての指定名称をしだみ古墳群と改めた。ただし、東谷山の古墳群をしだみ古墳群とは別として扱う資料もある。名古屋市はしだみ古墳群と周辺の豊かな自然環境を歴史の里しだみ古墳群として順次整備する計画で2005年から発掘調査を行っている。2019年4月1日には外イ施設として大館 シダミコフ軍群ミュージアムがオープン。ありがとうございます。